皆さんこんにちは、 N 響ビオラセクションの三國レイチェル・ユイです。 N 響ホットコンサートで行われる楽器体験工房というものがありまして、それを一足先に私が体験させていただきたいと思います。今回私が体験するのはトランペットという楽器です。教えていただく方は、トランペット奏者の菊本和明さんです。よろしくお願いします。菊本和明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうやるの？はい、じゃあ三國さん、はい、これがトランペットですね。はい、じゃあまず持ち方から、はい、左手を出してください。で、ここにある輪っかに薬指を入れてください。薬指、そうですね、はい、で、中指と人差し指はここ。中指と人差し指はそう、はい、で、親指はここ、はい、で、しっかり握ってください。そうですね、はい、それで左手の持ち方は OK、 小指は楽にしてください、はい、で、右手は親指、親指をここに入れてください。ここで、小指をここに入れます。こうで、人差し指、中指、薬指、はい、これで OK。はい、あとはやってますね。大丈夫？いける？これ、ま、どうって音鳴ればいい感じ。まあ、まず音鳴らしてみましょう。ああ。いきなり鳴るのかい。鳴ってました。鳴っちゃった。で、金管楽器っていうのはこの楽器の中に息を吹き込みます。で、まず息だけ吹き込んでみてください。そうすると。今みたいに音が鳴らないんですね。息を吹き込んだ時にこういう風にプーっていう風な発音で息を吹き込むと音が鳴らしやすいです。なので口をつけてプー、そうそうそう、でプーって言いながら、これ三國さんは何の音？うーん、Cフラット、うん、じゃあ頭の中でシーって歌いながらプーそれファーに行っちゃったね。シー。じゃあそのままファー。ファー。おお。すごい。現場からは以上です。じゃあビオラもやってみませんか。ぜひ。はい。じゃあ、はい、ビオラという楽器です。はい、バイオリンよりちょっと一回り大きくて、はい、柔らかい音が出やすいと思います。はい、まあ、一旦構えてみましょう。まず、はい、楽器から構えましょうか。楽器はこの、はい、顎当てと肩当てを顎と肩に当てる。はい、ちょっと汗拭いておきます、ね、ああ、お願いします。こういう感じです。そうですね。で、こっちをこうやって置いて大丈夫です、ちゃんとあの支えるんで。で、弓は、まあ、何でも今出せれば何でもいいんですけど、はい、丁寧に教えるとこうブランブランってしたブランブラン、ここに親指を置いて添えるっていう感じで、親指で添えるだけ、添えるだけです。そうです、はい、で、適当に音をこすって鳴らしてみましょう。弾く場所はここら辺でいいですかね。これがアップですね。そうですね。これがダウンですね。ですね、あ、めっちゃ知ってますやん。はい、一応プロなんで。あ、素晴らしい。素晴らしい。はい。で、じゃあ一曲何か。いけるか。現場からは以上です。ありがとうございました。8月6日の N 響ホットコンサートでは、開演前と終演後、NHK ホールのロビーで弦楽器、金管楽器、打楽器が体験できるほか、木管楽器は N 響メンバーがワンポイントアドバイスをしてくださいます。詳しくは N 響ホームページをご覧ください。みんな、来てね。そう、そう、ソーソーソー、飛ばしましょう。ソーラーソー、そう、それのオクターブ言えないけどね。ラララロー、ソー、高い音難しい。すごい、もうすごいです、トランペットって。
かっこいいところ全部決めてありがとうございます。いやもうリスクしかありません。ありがとうございました。ありがとうございました。